今日はね、いつもとちょっと違う感じの動画を撮りたいんですけど、時効だと思うんで、今だから話せる話ってことで話していこうと思います。去年僕動画で1週間だけ働いた給料の公開っていう動画を出したんですけど、まあ、その金額が総支給が24万2400円、これは出勤6日です。で、支払い合計が20万8000円なんですよ。まあ、その給与明細をちょっと公開しながら、どういった仕事内容かっていうのを説明 していきたいんですけど、で、これを取ろうと思った経緯なんですけど、今ね、バイト探してる人とかも多いと思うんですけど、で、求人検索してる時にコロナ関連の、例えば消毒作業員とかで2万円とか3万円ぐらいの求人って見ると思うんですよ。4時間で2万とか、8時間で2万とかね。そういう求人実際どうなんだっていう思う人もいるかもしれないんで、そういった方向けにコロナ関連の仕事したんですよ。僕もその一員としてちょっと実体験と給与明細の方で、ね、公開していきたいと思います。まずは給与明細の方ちょっと見てください。これが火曜日から日曜日まで出勤してるんですよ。で、定時が8時で、これが深夜手当とかね、そういうのがついてるよっていう夜勤の、バイトだったんですけど、で、時給が定時で3000円で残業3750円で、深夜手当が乗っかると750円プラスっていうことでね。で、休日出勤、この土曜日と日曜日は4050円っていうことで、まあそういう感じです。総支給が6日間で24万2400円で、合計労働時間99時間ですね。99なのかな、これ合ってるのかな、ちょっと今思ったら分かんないんですけど、これ時給3000よく分かんないけど、まあで6日で24万2400円ってことで、まあ1日あたり4万円ぐらい稼げましたね。で、源泉徴収3万4000円引かれて、支払い合計20万8000円ってことで、まあ、手取りで、6であると、まあ、3万ちょいもらえたっていう感じですかね。なんでやったかって言ったら、お金に困ってたのと、あんまりねリスクを考えないんですよ僕。福島の原発にも昔行ったんですけど、そういう感じでなんかお金に目がくらんで行きましたね。実際どういう仕事をしたかっていうのもちょっと踏み込んで今なら話せるかなと思うんで話していきたいんですけど、ちなみにこれは半年以上前の話です。どういう内容だったかっていうと、コロナで営業停止になった会社があるんですよ。営業停止になった仕事を代わりにやってもらわないと業務が進まないじゃないですか。その状況でその業務を他の人たち急遽呼んで、まあ、やってもらったっていう感じなんですけど、それがなんで危ないかって言ったら、まるまるそこの場所を提供したんですよ、その会社が。ってことはそこでウイルスになった人が働いてたんですよ。まあ働いてた直後に入ったから危ないじゃないですか。菌とかもあるかもしれないしっていうリスクが、まあ感染のリスクが非常に高いっていうことで、今回みたいなね、時給3000円っていうことで仕事をしましたね。あとは変わったことはPCR 検査とかを簡易的に、それを1週間の間に、まあ、何回かやったのと、すごい厳重な格好してバイトしてたんで、それがきつかったなっていうのと、怖さはあったんですけど、まあ、やりましたね。消毒作業とかそういうのも多いと思うんですけど、まあ、実際僕の考えでは完全にね自己責任なんで、後で後悔しない人はやってもいいんじゃないかなって思いますね。なんかあってからじゃ遅いんでね、まあ、結局その時って目先のことばっか考えるんで、何も考えずに飛び込んでいっちゃうと思うんですけど、で実際1日2万3万ってくれるんですよ。まあ1ヶ月働けば50万60万とかになるじゃないですか。それは嬉しいは嬉しいんですけど、その後のことを考えたらね、どうなのかなっていうので、普通に時給1000円とかでのんびり働いてる方がいいのかなって気もするし、難しいとこですね。僕は結構金に目が狂うタイプなんですけど、
まあ結局原発とかも行ったし、今でもね健康面どうなんだろうって思いますからね。で今回のコロナ関連も経験して、やっぱねお金に余裕ないとそういう判断が鈍っちゃう部分があるんで、お金って大事だなとは思いました。実際はまあもらえるはもらえるんですけど、それの分リスクも高いんじゃないかなという感じですね。人にお勧めはしないですかね。誰も保証しないからねっていう話なんですよ。まあ、契約もそういう感じなんで、リスクのある仕事はあまりしない方がいいんじゃないかなと個人的に思います。1週間の給料公開っていう動画出したのにも結構反響があったんですけど、時期的にねあんま答えれなかったんで、今回はこういう形でね動画でアンサー動画を出しました。また気になることがあったらコメント欄とかツイッターの DM とかでねもらえたら詳細とかは話します。世の中にはいろんな仕事があります。マジでカイジみたいな生活してるんですよ僕。なんでこんなことばっかやってるんですけど、なんとか今のところは生きてますって感じで、ご視聴ありがとうございました。ウィッスバイバイ。